はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ちょっと久々になるんですけれども、スーツアクターの〇〇さんってどんな人という形で今日はやっていきたいなと思うんですけど、本日紹介させていただきますのが、現在は、01からですかね、アクション監督を務めておられます渡辺淳さんをご紹介させていただきたいなと思っております。ニヤニヤチャンネル。渡辺淳さんはですね、もちろんジャパンアクションエンタープライズ所属の32期生ということで、同期では、現在仮面ライダーブレイズのスーツアクターを担当されています英徳さんが同期にいらっしゃいます。で、渡辺さんはですね、中学時代にブルース・リーやジャッキー・チェンに憧れ、高校時代に俳優をやっていた友人を通じてジャパンアクションエンタープライズの存在を知り入門と。で、2002年に龍騎への補助として参加、ファイズで怪人役のスーツアクターを担当。2004年以前は敵役を演じていたが、2005年の響きから轟役で初ヒーローを担当、敵幹部も多く担当しておりました。2012年のウィザードではビーストを担当し、それ以降2号ライダーを演じることが多くなったと書いておりました。で、三児の父である渡辺さんですが、次男は電王やビルドにも出演しておりました。2010年代に入るとスーツアクターとして活動しながらアクション演出にも関わるようになり、2019年の01では初のアクション監督を務めた。アクション演出にあたってはプレイヤーが覚える時間を配慮して撮影前のロケ班に同行してプランを立てており、さらに監督にもイメージが伝えやすいようビデオコンテを作成しているなどしているということですね。また CG 合成を含めた演出ではアニメ作品も参考にしており、01ではドラゴンボールをイメージした演出を行っていたそうです。渡辺さんが、過去に出演した作品を紹介させていただきますと、2003年にドラゴンオルフェノク、ワームオルフェノク、ラビットオルフェノク、ローズオルフェノク、ライノセラスビートルオルフェノク、2004年ゼブラアンデッドなど、2005年仮面ライダートドロキ、2006年仮面ライダーサソード、スコルピオワーム、ダークカブト、2007年激チョッパー、2008年ゴーオンゴールド、2009年仮面ライダー龍騎、ファイズ、アポロガイスト、ナスカドーパント、ウェザードーパント、アールナスカドーパント、2010年カザイ、2011年スコーピオゾディアーツ、リブラ、カプリコーン、タチバナ、サジタリウス、2012年仮面ライダービースト、フェニックス、白い魔法使いワイズマン、2013年仮面ライダー残月、仮面ライダーブラボ、レデュエ、青龍インベス、2014年仮面ライダーマッハ、2015年仮面ライダースペクター、2016年仮面ライダーブレイブ、2017年ナイトローグ、仮面ライダーローグ、2018年アナザービルドなどなどという形で、まあ、こちらは一部となっておりますので、抜けている部分はもちろんあると思います。もし抜けている渡辺さんこれもやってたじゃないかと知っている方はコメントの方で補足していただけると助かります。で、2019年にはなんと仮面ライダー G を担当されております。映画では仮面ライダーエターナルやニューデン王、ポセイドン、仮面ライダールパンなどを担当。今までこのシリーズを、ね、たくさんやってきて、いろんな方をご紹介させていただいたんですけど、高岩さんに次ぐ演じる役が多い方ではないでしょうか。まあ英徳さんも多かったんですけど、それに並ぶぐらいの多さかなと思います。ということで、今後もアクション監督として活躍されることは間違いないと思うんですが、またね、こうやってスーツアクターとして演じていただけるとすごいちょっとね、楽しみも増えてくるかなと思うので、何か今後映画とかでね、ゲスト俳優さんのスーツアクターを担当されたりするかもしれないので、そういう時はまたね、ちょっといろいろご紹介させていただけたらなと思っております。で、プラスで今日はね、縄田さんもご紹介させていただこうかなと思うんですけど、縄田裕也さんは1982年9月17日生まれの現在38歳。もちろんこの方もジャパンアクションエンタープライズ所属であります。
で、まあ、縄田さんは縄田さんだけで1本撮ろうかなと思ったんですけど、調べてみると意外や意外、出演作品がちょっと少なかったので、渡辺さんとも同じ回にまとめさせていただきます。まずですね、仮面ライダーエグゼイドにて強烈なキャラクターである仮面ライダーゲンを物語前半まで演じる。その後仮面ライダージオウの2号ライダーである仮面ライダーゲイツを担当し、その翌年主演ライダーである仮面ライダーゼロワンを務めることが、電撃ホビーウェブ内の高岩さんとのインタビュー記事にて発表されました。で、最近であれば仮面ライダー滅亡人雷では、そのまま素顔で登場されております。秘伝アルトの横に映っているこの方が直田さんでございます。これはすごい、ちょっとね、映画館で見た時に直田さん横におると思って、結構これはね、気づかれた方も多いんじゃないかなと思います。で、この先ほど紹介した電撃ホビーウェブのインタビュー記事をちょっと一箇所抜粋させていただくと、高岩さんから見た直田さんはっていう質問があるんですけど、高岩さんの言葉です。アドバイスするところが正直全くないです。安心して見ていられる部分が多々あります。これまでスペシャルなどで過去の仮面ライダーにお手伝いで後輩に入ってもらった時があったのですが、見ているとちょっと違うなということもありました。でも縄田に関してはすごく絵になるんです。アクションも手足が長くかっこいいですし、ジオで初めてバディとしてやらせてもらいましたが、やっぱり安定している。ドラマや映画、舞台と経験もあるので、東映の特撮は特殊な部分がありますが、そのあたりを吸収していけば安心して見ていられますと。もう高岩さん大絶賛という感じですね。で、縄田さんの主な出演作品でいうと、2016年の仮面ライダーゲーム、まあ、エグゼイドにも代役で何回か入っていたそうです。で、2018年、仮面ライダーゲイツ、カリス、ガタック、ゼロノスで、仮面ライダーアマゾン、ネオ、アルファで、2019年には仮面ライダーゼロワンと仮面ライダーゼロゼロワンを担当されておりました。今回のこちらの仮面ライダー滅亡人雷にも縄田さんが出演されているんですけど、ここでは仮面ライダー滅亡人雷のスーツアクターを担当されていたそうです。はい、これが新情報として入ってたので、ちょっとこれ最後入れさせていただきました。ということで、今回はもうほぼレジェンドに近い渡辺淳さんと縄田裕也さんをご紹介させていただきました。次回はそろそろスーパー戦隊の方のスーツアクターさんも紹介していけたらなと思っておりますので、そちらの方もお楽しみにしていただければなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が面白かったよって方は、ぜひ高評価とコメントをお願いします。このね、高評価とコメントがめちゃくちゃ励みになってます。ということで、次回をまたお楽しみに。